はい、どうもサトキュンチャンネルでございます。今回の動画はスマホのセーブ情報になります。これは何かと言いますと、まあ、NTT レドランとかやってる、まあ、グーシムセラー、まあ、こちらでですね、グーシムセラーマザーズデイセールというのをまあ開催していまして、まあ、格安シムの契約と、まあ、スマートフォン、これセットでね、スマホ本体が安く買えるというふうなものになっております。はい、まあ、先にですね、どのような機種が出ているのかっていうのをね、ちょっとまあご紹介していきましょうかね。はい、ね、まずやっぱりあの注目はですね、ファーウェイノバライト3です。はい、僕はね、この一つ前のモデルノバライト2を使っております。これ今撮ってるやつもノバライト2ですね。はい、まあ、YouTube 活動でメインのスマホとしてね使ってますけども、まあ、動画編集から撮影、それからまあアップロードしたりとかね、まあ、そういったものにね、もう何不自由なく使えるんですよ。その後継機種になってますので、いろんなところがね、さらに進化してます。まあ、例えばカメラ性能であったり、あとはまあ、まあ、メモリとか、CPU のスペックなんか、まあ、このあたりも、まあ、向上してますので、僕もね、すんごい気になってるんですね。ほんで、お値段、なんとね、今4800円で売っております。非常にね、安いので、これからね、まあ、キャリアから格安シムに移行したいなっていう人にも、さらにまあスマホが安く買えるんで、まあ、この機会にね、まあ、買われるとすごくね、お得に買えるんじゃないかなと思います。はい。で、ね、その次がですね、同じくですね、ファーウェイの、P20 ライト、これも出ております。こちらがですね、6800円ですね。まあ、P20 ライトは去年に出たモデルなんですけども、もう当時からですね、非常にもコストパフォーマンスが高いということでね、話題になったスマートフォンです。カメラ性能を含めてね、まあ、CPU のスペックとか、非常にね、高いモデルになってますので、もう日常の使用用途では、何不自由なく使えるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ミドルクラスのね、スマホですけども、まあ、それでもね、まあ、ちょっとゲームしたりっていう時でも、まあ、十分使えるんじゃないのかなと、いうふうに思います。はい。その次がですね、ちょっとまあ注目といえば、Zenfone Max M2 が出てますね。Zenfone Max といえば、ASUS が出しているスマートフォンです。ASUS といえばね、その昔はね、Nexus 7のタブレットとか、あと、Nexus 5もそうかな。そのリファレンスモデル、Google のね、リファレンスモデルを作ってた会社なんですね。まあ、それが出しているスマートフォンが、まあ、Zenfone シリーズなんですけども、この MAX っていうのはね、何かって言ったらね、バッテリー性能がすごく高いということです。大容量のね、バッテリーを積んでるっていうのが特徴で、まあ、スマートフォンって結構ね、電気を消費するんですけれども、Zenfone 4 MAX、ごめんなさい。Zenfone Max M2 はね、確かね、4100mAh かな。まあ、すごく大きなバッテリーを積んでます。通常だとね、だいたい2000から3000mAh なんですけども、それのまあ、やっぱり倍から 1.5 倍ぐらい、バッテリーの容量があるんで、まあ、ほぼ、丸1日、使える性能があります。特にですね、ブラウザーの使用ね、多分 Chrome とかあると思うんだけど、それもね、連続22時間、まあ、カタログ値で使えるそうなんですけども、22時間ですよ、1日。ってことはね、1日24時間だからさ、これ22時間使ったら2時間しか寝れないわけですよ。はい。まあ、それは無理ですよね。まあ、それくらいバッテリーが持つということです。まあ、一晩、1日使っても、まあ、もう少しプラスアルファ、バッテリーが持つよというぐらいのスペックになってますんで、まあ、外でね、使われる方、それから、まあ、ハードに使われる方ね。まあ、例えば、スマホ自体をテザリングとしても使うとかね。そんな感じの使われ方をする人はですね、この Zenfone Max っていうのは、まあ、非常にいいんじゃないかなと思います。特に M2 はね、まあ、ディスプレイも大きかったりとか、あとは、メモリーも 4GB ありますし、CPU の方もスナップドラゴンの600番台だったかな。ごめんなさい。ちょっと僕の記憶もあやふやだけど、まあ、グーシムセラーのリンクの方も貼っておきますので、そちらにね、まあ、それぞれの値段とか、あとはスペックなんかも出ておりますので、チェックしていただければと思います。はい。そんな感じですけど、まだ他にもね、いろいろ出てますよ。
アクオスセンス2、まあ、これは国産スマホですけども、こちらが9800円。それからね、ファーウェイノバ3、先ほどのノバライト3の、一つランクが上のモデルになります。これが19800円ですね。それからまあゼンフォン5、ゼンフォンのまあちょっとまあグレードの高いモデルになりますけども、こちらが19800円。それからファーウェイ P20 が22800円、アクオス R2 コンパクト、こちらが49800円。それからですね、ファーウェイ、僕も大好きファーウェイメイト20プロ、6万8000円かな、6万8000円だと思います。ちょっとごめんなさい、画面が見にくいですよ。ちょっと待ってね。あ、6万800円でした。あ、結構お安いですね。で、出ております。はい。ただね、契約するときの注意点としては、最初の冒頭の方でも話した通り、SIM カード契約の方が必須になります。まあ、いわゆる、まあ、電話契約ってことですかね。はい。ただですね、非常にこれお値段もお安いです。月額1600円から。これはですね、高速データ通信が毎日110メガ。プラス 200kbps の低速回線は、まあ、基本無制限で使うことができるプランになっております。キャリアのスマホね、キャリアのスマホっていうのは、まあ、データ使い切っちゃうと、まあ、128kbps まで落ちちゃうんだけど、このね、回線速度ってね、まあ使えない。ただね、OCN モバイル1のすごいのは、まあ、高速通信使った後の 200kbps の速度でも結構ね、いろんなことができるんですよ。僕もね、実際契約して使ってるんだけど、例えばですね、まあ、ブラウジングですよね、まあ、インターネット見たりブログ見たり、こちらはですね、ちょっと写真の表示とかちょっと時間かかりますけども、ちゃんと見ることができますし、驚くのはですね、YouTube、ツイキャスライブね、ツイキャスライブのラジオ配信だったら配信ができるんですよ。で、YouTube の動画、これね、低画質モードであれば、なんと見れるんですね。この 200kbps でも。すごくないですか。それでですね、まあ、ちょっとね、いくつか注意点挙げるとするとですね、まあ、この格安 SIM、半年間の縛りがあるんですよ。6ヶ月間ね。ただですね、そこでもちょっと注意してほしいのが、初月が無料になってるわけですよ。例えば、5月の15日に契約をスタートすれば、まあ、5月15日から5月末まで、これは無料期間になります。で、その翌月、6月からが、まあ、費用がかかる月になるわけなんだけれども、だから、ここから数えて6ヶ月ね、6、7、8、9、10、11月まで。で、11月の翌月が解約月になるんで、だからね、実質的に言うと、8ヶ月ですかね、トータル、全部か含めるとね、8ヶ月間の、まあ、縛り期間になるわけですよ。で、もしね、途中で解約すると、違約金がね、発生しますので、ご注意ください。でね、これはまあ全員かどうかはわかんないんだけどもね、僕一回ね、間違えてね、この6ヶ月目で解約しちゃったんですよ、途中で。そうしたらね、OCN モバイル1の方から電話が来ましてね、この中だったらね、違約金かかりますよってわざわざ電話してくれたんだよね。まあこれがね、全員にやってくれるかどうかっていうのはわかんないんだけれども、まあちょっとこう、ついうっかりとかね、なった時も、まあ一応こういう、まあひょっとしたらね、まあ電話がかけてくれるかもしれませんのでね、まあそのあたり。まあちょっとまあ親切なわけですね。はい。そんな感じでございます。はい。他にもね、今回の、セールっていうのは、まあ特徴なのはね、まあリンク貼ってきますけども、グーシムセラーのサイトでやってるんじゃなくて、これは、楽天市場のサイトになります。楽天市場か、あとヤフーショッピング店の、サイトになります。だからね、グーシムセラーのホームページに飛んでも、このセール情報っていうのは見れません。だからまあ僕そこのリンクを貼っておきますから、そちらから飛んでいただければね、すぐに、わかるかと思います。はい。でですね、まあ今回はですね、ポイント5倍キャンペーンっていうのも、をやっているそうです。こちらは5月8日、もう始まってますね。から5月12日の、まあ、日曜日まで、
になってます。まあちょっとまあ、期間はね、まあ狭いですけれども、まあこの機会にね、検討いただければ、ポイントが5倍で入ってくるよというものになっております。はい。てな感じでね、まあ今回の、まあ、グーシムセラーの、まあ、セールのポイントをね、まあ、動画にしてみました。いつもね、このグーシムセラー、安く出してるわけではないんでね、まあ購入されるときはね、やっぱりこの、まあ、セールの期間中にね、選ばれると、いいのかなというふうに思います。はい。というわけでね、サトチューンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。あ、それからチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。うちのチャンネルではね、まあ、こういうセール情報をね定期的に配信しますので、ぜひね応援よろしくお願いします。